プレミアム G1 第24回マスターズチャンピオン準優勝戦が始まりました。6号艇江口亜京が本番レースも回り込んできましたが、しっかりと枠番主張。1号艇瓜生正義の陰線です。1号艇瓜生正義、2号艇森田俊介、3号艇中岡雅彦、4号艇中澤和志、5号艇松井茂、6号艇江口亜希夫、この準優勝戦も安定盤装着しての戦い。さあ本番レース165と、ここはスタートラインに先を向けました。1号艇は瓜生正義、当地今年の周年畜戦と G1 連続の優勝中、地元水面エースとしてこの高額をつかみました。陰線、そして2コースには第14代の名人6号艇江口亜希夫、3コースは5号艇松井茂が入ってきました。整備の手緩めず、ここも大整備施しての登場。そして4コースが2号艇森田俊介、スローの位置に構えていきます。2艇が引いて5コース角、3号艇中岡雅彦、マスターズチャンピオン初参戦3号艇中岡が角、そして6コースエース29号艇相棒、時代に攻める4号艇中澤和志。体型は4対2に分かれました。準優勝戦9レースインから1番6番5番2番3番4番の並びです。スタートしました。さあこれはフライング艇がありますので、もちろん投票券はどうぞ大切にお持ちください。なんと準優勝戦9レースフライング艇があります。ファンの皆様、お手元の投票券どうぞ大切にお持ちください。お知らせいたします。3号艇の中岡雅彦、3番はフライングのため変換欠場。3番に関する投票券は発売額と同額で変換いたします。3番に関する投票券どうぞ大切にお持ちください。一緒に巻く4号艇中澤がトップで戻ってきて、そして2番手に1号艇瓜生、候補3番手ですが5号艇の松井と6号艇江口が並走。レースは2周目に入っています。2周目の1マーク、トップで旋回に入る4号艇は中澤和志、2番手が1号艇瓜生正義、3番手接戦は5号艇松井が先行、さす6号艇の江口、3番手は5番と6番接戦続行中。なおこのレースですが3号艇中岡雅彦、フライングのため一貫欠場となっています。レースは2周2マークの旋回です。先頭は4号艇中澤和志、2番手が1号艇瓜生正義、3番手は6号艇江口が先行してくる、さす5号艇の松井茂、3番手は5号艇の松井がリードを奪ってきました。現在上の3艇は4番、1番、5番です。その後ろに6号艇江口、そして最後方離れて2号艇森田。レースは最終周回1マーク、先頭4号艇中澤のサイドのバックへ、2番手が1号艇瓜生、3番手は5号艇の松井に対し、さす6号艇江口も3番手は5号艇松井茂守っています。そしてまだすぐ後ろが6号艇江口。なおこのレースですが3号艇中岡がフライングのため変換欠場。お手元の投票券大切にお持ちください。準優勝戦9レース、先頭は4号艇中澤和志、2番手が1号艇瓜生正義戻ってきました。そして3番手は5号艇松井茂が守って、まもなくゴールです。先頭4番ゴールイン、1番ゴールイン、5番6番ゴールイン。